人でありがとうございます。あと、タツノオトシゴありがとうございます。こんばんは。ごめん、今日はちょっと短い、30分しかね、できそうにない、9時までです、ごめんね。こんばんは、やっほー、ありがとう。今日もお疲れ様でした、皆さん一日お疲れ様。明日からはお休み？お仕事かな？お休みどっちですか？お休みだったら頑張ってね。お休みだったら頑張って、もちろん。お休みだったらゆっくり休んでね。お仕事の方は頑張ってね、明日も。3連休？あ、そう。そして今日ね、たくさん、あれです、告知が。たくさん告知がありました。あ、お休みなんだ、した休んでのー、ゆっくり。お仕事か、頑張ってね。そう、たくさん、まず8月6日にティフに研究生4人でなんと参加させていただくことが決まりました。わー、6日ティフ、すごい、ありがとう、本当に、なんか、びっくり。私もね、今日知ったんよ、実は。ティフ出ること、びっくりした、ほんまにびっくりしました。嬉しい。そう、でも本当、研究生でね、だけで本当にすごいし、本当もう頑張ってね。頑張って4人でディフに向けて練習して、もう最高にいいステージにしたいと思います。頑張る。ちょっと岡田あずみをティフの場所でドカーンと。ドカーンと花開かせてきます。ね、そう、今日お昼に告知が出ました。すごいよね、ありがたいので、本当に頑張ってきます。本当にすごいこと、初めてティフのステージ初めてです。そう、ずっとティフは知って、そう、一回出てみたいな、いつかって思ってて。だってティフってね、だってもうたくさんのアイドルさんが出られるイベントですよ。ティフってすごいよ、すごいですよ。だってずっと見てる側だったからさ、こうティフのステージを、いやー、すごい、それをまさか出れる日が来るだな。こんばんは。そう、頑張ってきます。そしてもう一つね、今日夕方ぐらいにもう一個告知が出たんですけど、今月の22日の関ヶ原合戦のイベント、岐阜のイベントも、なんと研究生もね、出演させていただきます。頑張ってきます。そう、1週間後の、あ、チケット取った、ありがとう、嬉しい。見つけてね。頑張るね。暑そう、そうだよね、夏だもんね、お台場の。確かに暑いね、絶対。なんか公式発表の前にちゃんと連絡は来てて、そう、マネージャーさんから来てて、今日の何時に告知しますみたいな感じで来てきました、発表。それで知りました、今日。びっくり。お、お仕事ない、お仕事頑張ってね、ありがとう。爪痕残す、ガリッ。ガリッと爪痕残してきます。頑張らんと、こんなチャンスね、ないですよ。
頑張ってきます。ガリッと爪痕、そう4人で。のみおくん、スイカありがとうございます。あ、出てたスプラッシュ。でも私はまだね加入してない。多分アクターズにも入ってない時でのなんだから結構前なんですよね。そう、スプラッシュも出てた、出てたことあるっていう。まだねアクターズにも入ってないぐらい前です。そうね、アイドルといえばそうだよねっていうって。ニコライさんファイト、ありがとうございます。頑張ってきます頑張る頑張ってくるぞ。おお、どんな曲するんだろう、楽しみ。こんばんは。そう、関ヶ原のフェスも頑張ってきます。頑張るあ、パゲヤンさん、初見さん、こんばんは、ありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。カレー、あ、確かにそうだね。あるのかな、どうなんだろう、会えたらいいな。確かにカレーアイさんも出るよね多分ね。1週間か、来週か。確か、どんなステージになるのかまだちょっとわからない。私もねえ、頑張ります。ありがたい、頑張ってきますもうフェスがだからもう来週にある22日のフェスが本当に初めてのフェスになるので楽しみです。楽しみみんみんみんゼミ、楽しみ。あ、近いの？そうなんだ。ぜひぜひよかったら来てほしい来てほしいな、来てほしい。冬物さん、ハートありがとうございます。ウィンク。ありがとう。体調気をつけて。暑い。体調気をつけて頑張ってきます。スプラ入ったの、今から数えたら何年前になるの？ 4 年前とか？今、4年前かな？今。ちょうど4年前ぐらい多分スプラ入ったの。ね、夏楽しみ夏楽しみだね。生さとろうさん、水色のタコさん、ありがとうございます。こんばんは。あ、明日中とも、ありがとう。そう、明日は勝手に四国観光大さんのオープニングアクトに出演してきます明日はオープニングアクトです。2部あって、昼と夜あるけん、ぜひぜひ、多分当日券も販売されてますので、ぜひ会場でお待ちしてます。配信もねあると思うけん、配信でもぜひぜひステージ見てください。明日オープニングアクトです。こんばんは。前にさ、ツイッターでさ、ST48 の公式の48の公式のあのアカウントからハッシュタグ ST48 質問箱だっけで、なんかハッシュタグつけて投稿したやつを募集してますみたいな感じのツイートあったじゃないですか、公式からさんから。ね、募集しとったよね。あの募集しとるやつとか、そうもね、もしかしたら明日の
オープニングアクトのね MC とかであるかもしれないので楽しみに。書きました？まだね、まだあの応募募集、なんか聞きたいこと質問募集みたいな感じのツイッターをね遡って見てもらえたらね、 ST48 の公式もっと詳しくわかるんだけど、ハッシュタグ ST48 質問箱だったかなを一緒につけてあのツイートしたら、その研究生に質問みたいな感じでいろいろね募集中なので、今ぜひぜひ募集をお待ちしてますもう送ってよって方も、まだ送ってないなーって方もぜひぜひ聞きたいこと何でも、多分何でも答えちゃうんかな答えちゃうんかも、答えちゃいます、研究生4人で。こんばんは。ねえ、フェス楽しみ。あ、これそうなんだ、同じステージ、すごい、会えるかな小声、こんばんは。16人バージョン研究でまだ、いや、ないですね。フェスもちょっとまだわからない、どんな感じなのか。先輩方のステージにちょっとだけ研究生が4人でなんか披露するとかになるのか、先輩方と一緒にステージするのか、まだねわからないんですよね。22日のフェスのこと、うん、頑張ります頑張ります。頑張る。こんばんは。あ、応援したいのでセブン。次、オッケー。見つけるね。オッケー、ありがとう。ボード、知り合いさんを見つけます。ウインク攻撃だそうじゃ。こんばんは。ありがとう。ねえ、タイム、待って、タワー、ありがとう、うわびっくりした、ありがとう、嬉しい、ありがとう、かわいい、しかもマーメイド、かわいい、ありがとう、びっくりした、ありがとう、マーメイドちゃん、かわいい、マーメイド、これは瀬戸内の太陽さん、ありがとう、マーメイド、じゃあピンクにしよう、ピンクの可愛いクマちゃんだからピンク、マーメイド、ピンククマちゃん、可愛いね、すごい、私来世では人魚になりたいんですよ私来世では人魚になりたいから、マーメイドになるのが夢なんですよね。だから嬉しいな、マーメイド、どうしようかな、水色にしよう、そう、人魚になりたいんです。
よし、できた。私パセリさんのサインがめっちゃ好きなんですよ。パセリさんのサイン可愛いですよね。パセリさんのサイン好きなんです。よし、じゃーん、ありがとう。マーメイドクマちゃんタワー、ありがとう。瀬戸内の太陽さん、ありがたわありがとう。読める？ありがたわ。ありがとう。あ、ありがとう、ありがとう。読めた？ありがとうね、いつも本当に。これからもよろしくね。ありがとう。ありがとう。りゅうくん、水色のタコさん、ありがとうございます。ちゅ。タコさん。きよぽんさん、水色のタコさん、ありがとうございます。トウくん、スイカありがとうございますのジュース、おかっちさん、初見さん、ウィンク、ありがとう。岡田あずみです、ぜひフォローよろしくお願いします。人魚ね、なりたい。人魚、人魚なりたい。マーメイドかな。マーメイド。あ、ニコライさん、ハートたくさん、ありがとうございます。ありがとう。お、お仕事お疲れ様。お疲れ様。ゆっくり休んでね。お疲れ様。あ、広島、ありがとうね。ありがとう。頑張ってくる。頑張ってきます。マーメイド。なんか、マーメイドのコスプレとかしてみたい。あるだね。ほんまにさ、足が、マーメイドになる服があるんよ。コスプレ？なんて言うんだろうな。水着じゃないけど、あるよね。あれ一回ね、履いてみたいっていうか、着てみたいんよね。足がマーメイドになるやつあれめっちゃ着てみたい。んこんばんは。お、ゆきゆき、お疲れ様。お疲れ様。ゆっくり休んでね。確かに。え、海の中を、だから海の中をスイスイ自由自在に泳げるようになりたい。人魚になって。お、あずみぶたゲットしてみて。そう、夏仕様になっとって可愛いけん。あ、ソルトビニサイモンさん、チアナゴありがとうございます。ありがとう。お話し会追加ありがとう、嬉しいたくさん話そうね。ありがとうね。ありがとう。こんばんはね。あるよね、マーメイドのコスプレ。スケモンさん、バラありがとうございます。貝殻ビキニセクシーえ、歩けん歩けん歩けんのよ。ほんまに足が人魚みたいな感じになる。んそう、なんか言ったら寝袋の半分切ったみたいな感じだけど、形的にはね。あれをね着て、なんか写真とか撮ってみたい気持ちだけでも人魚に なってみたい。あ、泳げんのかな、あれ。水着じゃないよね、多分ね。水着とはちょっと違う。そう。うっちーさん、水色のタコさん、ありがとうございます。
ありがとう。こんばんは。人形、そうなん。人形映画。向かう。あ、荷物持っていけない。あ、そうか、ありがとう。気をつけて来てね、広島まで。夜行バスだよね、今日の10時半だっけ。って言ってたよね、昨日。今日か、今日の朝だっけ、昨日言ってたよね。気をつけて来てね。じゃあ明日はペンライト、水色とピンク、フリフリしてください。あ、すごい、私のアバター。すごい、私のアバター当たった、嬉しい。すごい、私のだ、私のアバターだ、すごい嬉しい。可愛いよね、このアバター。タコ、あ、本当、一発で、すごい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 、あ、泳ぐようなあるんだ。なんか、着てみたいよね。夢じゃないけど、一回着てみたい、その人魚の足が人魚になるやつ。こんばんは。ねえ、かわいい。今回の夏のアバターめっちゃかわいい。クルちゃんとクラマ当たった。あ、クルちゃんとクラ、私ナバが当たったの。私のところで当ててほしかったな。でも嬉しい、アバター当たって、しかも私のにちゃんと変えてくれてる、嬉しい。ありがとう。私も当てたいな、アバター。いや、ちょっとやろうと。ひしおさん、初見さん、こんばんは、ありがとうございます。岡田あずみです。よかったらフォローよろしくお願いします。ありがとう。あ、一番 OK 見つけるね、じゃあ明日。あ、すごい、みんな投げてる、ガチャガチャ。みんなすごい今アバター当て時間。あったれあったれ、あずみのあったれあったれあったれ、あずみのあったれ。当たりますように、私のが。何すか、こんばんは。あ、ゆなゆなさん当たってる。くまねパパさん、青いハートたくさんありがとうございます。ねえ。みんな、私のが全然当たらない、私のが全然当たらないねえ。カプセルいっぱいだね。こんばんは。昼公演1列目見せる、 OK 見つける。あ、そう、明日、待って、あと待ってた、明日の自己紹介で一緒にねしてほしいのがあって、あ、リレイヤーさん、水色のハートありがとうございます。小太郎さん、水色のタコさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、直津さん、ハートありがとうございます。なんか、あの、今声が出せないけん、本当だったらせーの、ねーねあずみーなーにーで、ねーねあずみーのところ言ってほしいんだけど、声が出せないので、ぜひ一緒にこう手をねこうしてほしくって、せーのって言ったら、ねーねあずみーなーにー
148センチ、目指すは瀬戸内の小さな巨人。皆さんに元気と笑顔を届けます。広島県出身、あずみんこと岡田あずみです。よろしくお願いしますっていうやつをね、やってほしいんです、一緒に。ねえねえと小さな巨人。周りの方にね、ちょっと こんなんやったらね、びっくりしちゃうから、周りの方がちっちゃく巨人ぐらいで巨人ぐらいでね、してくださったら嬉しいです。あとペンライトカラーは水色とピンクなので、よかったら明日水色とピンクをフリ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 してください、オープニングアクトで。福田かりさんが、嘘、嬉しい。研究生の写真、ツイッターですか、ツイッターかな。あ、ひしおさん、青いだるまさん、タコさん、ありがとうございます、ありがとう。よし、じゃあ壇上を読みます。壇上13位小太郎さん、ありがとうございます。12位、熊根パパさん、ありがとうございます。11位ぬっしーさん、ありがとうございます。10位うっちーさん、ありがとうございます。9位きよぽんさん、ありがとうございます。8位りゅうやくん、ありがとうございます。7位かぎ37さん、ありがとうございます。6位なおつさん、ありがとうございます。5位ニコライさん、ありがとうございます。4位とうくん、ありがとうございます。2位まさたろうさん、ありがとうございます。3位まさたろうさん、ありがとうございます。2位やる気猫けいさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルルルルルルルバン、これは瀬戸内の太陽さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。よし、じゃあ急いで、明日の夜配信は何時かな、遅めかもしれない、帰ってきて10時9時とか、10時か9時ぐらいかなに配信します。明日は行けた、ありがとう、ありがとうございました。また明日の夜かな、次は。お、すごい、金さん、よくわかったね私の鼻歌で、ありがとうね、ありがとうございました。ちょっと短かったんだけど夜配信ごめんなさい、明日またゆっくりするね配信、ありがとう、またね、ありがとうございました。おやすみなさい、ゆっくり休んでね。ゆっくり休んでね、ありがとう、おやすみ。ありがとうね、おやすみなさい。よし、じゃあねえねえあずみんで終わりたいと思います。せーのって言ったら、ねえねえあずみんって言ってください。いきます、よいしょ、せーの、
なーにありがとう。おやすみなさい。バイバーイ。また明日。バイバーイ。おやすみなさい。またねー。バイバーイ。